CH2020 今日もお聞きいただきありがとうございました。さあ今日はね、あの発明の日ということで、うん、いろんなメッセージ募集してたんですけれども、上越市のフェリックスさんからいつもありがとうございますいつも YouTube のねお題を送っていただいているんですけれども、今日は発明の日ということで、毎日の生活の中で自分が工夫してやっていて、これはナイスという、発明とはいかなくても便利だよということがあればトークしてみるっていうのはいかがでしょうか。自分の場合、針金ハンガーに少し厚手の布を細く切って巻きつけることで、洗濯物が落ちにくくなったり、ハンガーの跡がつかないように工夫して使っていますと。おー、よく考えられてる。なんかそれね、これ撮る前に千景さんと二人でね考えたんですけど、うんうん、あんまりそういう工夫私たちしてないやっていうことなのでしてないんですよ。あ、これは便利だなって思った普通に便利グッズを紹介します、うん、はい、私はね、あのお仕事でもらった米研ぎしゃもじがすごく便利で、もうお米研ぐ時に手を使わなくていいんですよ。あのもうジャラジャラジャラってやるとなんか穴開いてるから、うんうん、勝手に溶けちゃうし、しかもその水を捨てる時にも、うん、そのここにちゃんと米が引っかかってくれるので、はいはいはい、ジャラジャラジャラって落ちる必要がない、うん、落ちる心配がない、うん、ですごく便利だなと毎日愛用しています。冬場は特にそれね、そう、ね、しゃっこいんですよね、水が。しゃっこい、新潟の人しゃっこい言うよね。あ、新潟弁、うん、それしゃっこい。そう、はい、柴田のいとことかはっけって言ってます。あ、はっけ、それも言うんだ。っていうね、久々方言もね今出てきましたけど、はい、まあ、岩手の方言ではないんですけど、岩手ではなんて言うの、爪でなんだこれ、爪でみたいな、爪でなんだかで、ちょっと脱線した脱線した近景さんは便利だと思うの、便利グッズ、身の回りの便利なものでないんですけど、便利グッズじゃなくて、うん、私がもうほとんど現金を使わなくなってるんですね。キャッシュレスだ。キャッシュレスで全部クレジットカードでお支払いをしていて、理由は全部マイルを貯めるためなんですよ。もう全て基本的に旅行のために私生きてると言っても過言ではないので確かにそうなので、うん、クレジットカードで全部払います。たとえ100円でも買えると、うん、使えるときは。そっか、その日々の積み重ねがね、うん、マイルに響いて、そうそう、あ、ちょっと航空券くなっていう、うんうんうん、あ、そっか、うん、じゃあ海外旅行を考えてる方は、うん、ちょっとそういうマイルが貯まるクレジットカードを使ってみるっていうのも、うん、国内旅行でも国内線でも使えるからね、マイルは。そっかそっか、うん、なんか旅行とかしたければ飛行機に乗る人、うんうん、いいと思いますよ、はいはい、あ、これは本当に便利情報でしたね、うん、やってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、そこを日頃から100円でも意識するっていうのは、うん、さらにそれ上を行くと、うん、こっちのポイントカードを一回こっちのカードに移してさらにそれをマイルに変えるとなんか何倍かになるとか、うん、やる人、オカマイラーっていうのね、そういう人たちって。オカマイラー、旅行一切しないでマイルを貯めるっていう、いろんなポイントを全部こうマイルに換算した時に、うんうん、それで旅行が行けるって人が、上には上がいてですね、そこまで私ちょっとする余裕がないというかできないので、はい、うんうん、自分の買い物だけはせめてクレジットカードなので、ちょっといろいろやってみると面白いかもしれないです。いや、調べてみよう、うん、ハマると本当ね、うん、みんなすごいよ。オカマイラー、オカマイラー、オカマイラーが気になるもん。オカマイラーで調べてみて。わかりました。ちょっと脱線してるんですけれども、はい、こんな感じで今日は締めさせていただきたいなと思います、はい、いよいよ来週は平成最後の放送となりますので、うん、本当だよ、ゴールデンウィーク直前だしね、ねえ、うん、そんな話もしていければなと思っております、はい、では来週も CH2020 お聞きください。バイバイ。